はい、それではお時間になりましたので、特定失踪者問題調査会記者会見を始めさせていただきたいと思います。ネット中継をご覧の皆様、よろしくお願いいたします。まず本日はですね、負の歴史、北朝鮮工作活動と拉致失踪に関わる年表についてを最初に、お送りします。続いて、短波嘘潮風について、その次が今後の調査会の日程、活動などについて順を追って説明させていただきます。まず北朝鮮の工作活動について代表の荒木の方からお願いします。はい、今日はありがとうございます。この真ん中のところにずっと広げてありますのが、今回作成いたしました、タイトルを負の歴史と名付けました、北朝鮮工作活動と拉致失踪に関する年表であります。これはもともとこの失踪者の時期とですね、さまざまな北朝鮮の工作事案の時期を対比してみるということが目的で作り始めたものなんですけれども、改めて見ていてですね、非常にたくさんの事案が存在をするということでですね、これをやはり実感できるような形にしてみようと思って、作成をいたしました。で、この貼ってあるものはですね、A3 の紙で25枚ですから、長さ約7メートルぐらいになると思うんですが、これでもまだまだ一部だと思います。作成をしていて今日 の11時ぐらいまで加筆をしてたんですけれども、思い直すとですね、さまざまな事件があって、でこれに未遂と思われる案件とかそういうものを加えていくと、少なくともこの数倍とかいうぐらいにはなるであろうと。それからもちろんこれはもう公安の事案ですので、警察でも明らかにしていない事案が山ほどあるわけですから、そういうものがこの裏にまた隠れていると。で、さらにその警察も把握していなかった事件も当然ございますから、一体どれくらいあるのかは想像もつかないですが、はっきり言えることはこれだけやられていたんだということであります。で、これからさらに、これは加筆しながらですね、中身を精査し、それから最初の目的である各失踪事案とその工作員の動きとかですね、そういうものとの関係を見ていこうというふうに思っている次第でございます。で、お手元にお配りしました資料の方は白黒ですが、ここには色分けで、拉致失踪、それから工作員の検挙に関わる事案と、それからその他のことについて色分けして分類をしてございます。で、本当に一目瞭然で、これだけのことが起きていたということが分かるわけで、これは実は正直言って国民誰もこういう実感をしていなかったのではないかなと。個別の事案でまだらに聞いているとですね、本当に時々しか起きていないような感じがしますが、これだけのことが起きていたんだということをまた一人でも多くの方に認識をしていただきたいというふうに思っている次第でございます。あと、資料はもう交換されているもの、ここに出しているのは基本的には交換されているものです。で、から取ってまとめたものでございます。続いて短波放送潮風について私村尾の方から、お話しさせていただきます。3月29日より、100キロワットの送信を300キロワットに、深夜の部を変更いたしました。
それに伴ってですね、まあ、この約数ヶ月間の間にさまざまな協議をやってきたんですけども、実際に、最終的に、送信に至るまでは、たくさんの皆さんにご協力をいただきまして、この場を借りて改めてお礼を申し上げたいと思います。送信を開始するにあたってですね、いくつか大きなことがありました。一つはですね、送信費用が上がってしまったということです。これは山形送信所にある 100kW の送信機から 300kW の送信機に変えるということで、実質電気代が上がるわけですけども、当然その実費については我々も負担するつもりでおりましたし、これまでも、ただで貸してくれというふうには一言も言っておりませんけども、月額現在で今約70万円、60数万円払っておりますが、今回は税込みで90万を超える金額を支払うということになりました。で、この件についてはですね、KDDI そして NHK とですね、協議を重ねて、過去に、1回ですね、NHK さんの、ご声により、値下げをしていただいたという経緯があります。で、今回もですね、この、基本料金という部分の、積算根拠について随分お話を聞いたんですけども、なかなかちょっとですね、分かりづらいというか、NHK さんの中の、論理でお話をされているかなという部分が結構あってですね、当然お借りしている立場なんで、これはあくまでも要請という形で、料金の見直しを、しているところでございます。ただし現在のところ、もうスタートしてしまったので、今は、NHK さんの、KDDI さんから言われている、金額をそのまま支払っているということで、約月額95万円ぐらいの、料金に上がってしまいました。で、これは多くの皆さんから、カンパをいただいてですね、運営している、潮風です。できるだけそのお金を有効に使ってですね、質の高い放送をというふうに、目指しております。そのうち当然かかってくる料金というのは当然必要になってくるんですけども、多くの皆さんから集めたお金を使う以上ですね、できるだけ、安い値段で、質の高い放送をしたいということで、引き続き、値下げに関する、料金見直しに関する要請は続けていきたいというふうに思っております。それからですね、スタートして、3月29日、厳密に言うと30日の深夜ということになるんですけども、放送が始まってですね、最初に気がついたのはですね、ものすごい渾身があるということです。で、どうしてこういうことが起きるかというとですね、300キロ送信するにあたって総務省から周波数の割り当てをいただいております。で、その割り当てにのっとってですね、その周波数と、放送時間が決められた免許状をいただいております。で、その時間以外に、その周波数は基本的には使えないわけですけども、それと全く同じ時間帯に、中国の放送局 CRI という、放送局がアフリカに向けて放送をやっていると。全く同じ周波数と全く同じ時間帯で、それとの渾身が非常に大きくてですね、始まってすぐ、複数の方からですね、これはどういうことなんだと、渾身があって聞こえないじゃないかという、メールがいくつか、届きました。で、私も、聞いてですね、かなり聞きづらい状態、これは短波なんで日によって、聞きやすい聞きにくいというのはおおむねあるんですけども、同じ時間帯に、同じ 放送がやっているということはもう間違いないんで、それはずっと続いております。で、300キロの送信できる周波数というのは今回1波しか割り当てていただいておりませんので、これまでのように3波を使ってそれを変えながらやっていくというふうな形はできません。ただし深夜の時間帯で100キロはあと2波持っております。で、その辺もですね、総務省に踏まえた上でご相談をしてですね、300キロで送信できる周波数の再割り当て、周波数を変更していただきたいという今、相談をしているところでございます。できるだけ聞きやすい環境で300キロ送信に切り替えたわけで、事実ですね、もうすでに北朝鮮はその300キロの周波数に妨害電波をかけていますが、これまでの100キロと違ってですね、放送が始まる前にキャリアという波が出るんですけど、もうほとんど瞬殺で潮風の波が勝っております。
こういう状況から考えると、まあ、明らかに300キロにしたという、まあ、効果が出ていると思うんですが、中国の CRI という局はですね、500キロワットの送信機を使っています。まあ、我が国で一番大きい出力が300キロワットなんで、まあ、これ以上大きくすることはできませんし、どうしてまあ総務省がこのようなことがあるのに割り当ててしまったのかというのは、ちょっと疑問の残るところでございます。総務省側からはですね、渾身はあるものを聞こえているじゃないかというような回答をいただいておりますが、何のためにこの放送をやっているのか、できるだけ聞きやすい北朝鮮の妨害電波に打ち勝つためにやったのにですね、逆に言うと中国の放送が渾身することによって、我々にとってみればこれは、いわゆる妨害電波と同じということになります。まあ、このまま、まあ総務省が、新しい周波数を割り当てないということであればですね、逆に中国に渾身しているぞということを、総務省として、申し入れていただきたいというふうに、考えております。まあ、最近、まあ、非常にですね、周波数を取るのが難しいという話で総務省ともずいぶんやり取りをしてきて、ようやく、まあ、確保してくれた周波数なんで、まあ、我々としてもできる限り使っていきたいと思っておりますが、まあ、こういう状況だと非常に厳しいということで、まあ、今後これはいろんな手段を使ってですね、いい環境にできるように努力をしていきたいというふうに思っております。潮風の近況は以上でございます。続いてですね、今後の調査会の日程について、お話をさせていただきたいと思います。まず26日、国民大集会の日ですね、午前中に、11時から11時30分、12時30分、特定失踪者家族の懇談会を UI 会館8階の会議室で行います。マスコミの皆さんには冒頭30分の、頭取りを、していただく、ことにしております。その後、国民大集会に、そこの家族と移動してですね、参加をするということになっております。ざっと言っちゃっていいですね。うん、続いてですね、4月29日、これはあの中央名でですね、毎年、参加しておりますが、今年も、調査会としてブースを出展します。でこれ一緒につけている資料につけている紙があるんですが、2枚目の紙にですね、産業別労働組合と拉致被害者特定失踪者の関連という、まあ、これは以前にあの調査会ニュースのメールでも流したものです。で、まあ、メーデーは当然あの連合が行う、労働者の祭典でございますけれども、現在、まあ率先してですね、拉致の問題の活動をしてくれているのが、まあ、この UA 前線という産別でございまして、その他にもですね、連合の中にはこれだけの、労働組合に関わるであろうという、まあ、これあの厳密に言うと当時の、職業から現在の産別に割り当てたもので、この、方たちが完全に組合員だったというようなことは、まず把握しておりませんが、今の、産別に割り当てるとこれだけの関係者がいらっしゃるということで、この方たちの、パネル、まあ、我々の作っているポスターのような形でですね、パネルを作って、メーデーの会場で、公開したいというふうに考えております。まあ、これまであの潮風グッズの販売とかですね、写真パネル展というのをやってたんですけども、これをやることによって、まあ、連合からですね、社会運動の担当者が、調査会の事務所へ来たりしてですね、まあ、連合としても積極的に、こういうことに、まあ、今後やっていきたいという話もいただいておりますので、まあ、我々としても情報提供をできるだけしたいというふうに考えておりますし、集まった人たちに、まあ、自分たちの仲間も、これだけ、まあ、拉致あるいは拉致の可能性があるんだよということを知っていただくという目的で、こういうパネルを作り、出展したいというふうに思っております。続いてですね、5月3日、これはですね、政府のまあ行事と重なるんですが、アメリカのロサンゼルスで、潮風の集いという、まあ、初めて調査会が行う、海外で行う集会ということになります。でここに、3枚目のところにですね、概要が書いておりますが、参加していただくのはですね、まずあの拉致議連から、渡辺周、議員ですね、そして、家族から、横田、拓也さん、そして特定失踪者家族の森本美沙さん、そして特定失踪者家族の水島一郎さん、で脱北者の、木下、君勝さん、そしてですね、調査会から代表の荒木と私が、参加をしてですね、
現地の、水島一郎さんというのは現地に住まれておりまして、現地で、ずいぶんと今、現地の調整をしていただいております。で、まあ、2時間にわたってですね、シンポジウムをやるんですが、もともとロサンゼルスの慰安婦の問題なんかもあってですね、非常に人権問題に関心のある日系人あるいは日本人の方が在住していらっしゃるということで、西海岸でもぜひ、こういう拉致問題について、知っていただく機会を作りたいということで、政府の行事に合わせてですね、先にロサンゼルスでこのシンポジウムを行い、それから移動してニューヨークに移って、政府の行事ですね、これが、5月の5日になります。政府主催のシンポジウムに、参加をします。でこの時はですね、特定失踪者の森本美沙さんが、特定失踪者家族の代表として、スピーチをしていただくということになっております。それから、まあ、調査会としては、写真パネル、特定失踪者の写真パネルを、展示すると、まあ、その他に救う会、家族会も、写真パネルを展示するという、ことになっております。で5月の27日から29日これは第26回の1万キロ現地調査で、北海道の南部分ですね、函館から小樽にあたって、これは、まあ、外部から、北朝鮮の工作船が入ってきたんじゃないかというような目撃情報とかですね、まあ、それに関わる失踪者ということに関して、調査を行うということになっております。以上、駆け足でしたが今後の予定です。何か補足があれば、はい、じゃあ、全体の質問に入りたいというふうに思います。これすごい詳細な資料なんですけれども、はい、この中で例えばね、その小出木 その密入国、密出国とかですね、あるいはそういうようないろんなその拉致と関連性のある中で、今回こんなところにこんな事案が重なっていたのか、こんなところに拉致とこんな近いところにあったのかみたいなんで、今の段階、まあ、分析はさらに今からされるんでしょうけれども、今の段階で特に目立つものというのはございますでしょうか。場所とですね、あれこんなのっていうのはいくつか気がついたんですけど、調査のか、まだここは今出してる資料っていうのは本当に作ったばっかりで、これからということな、これから分析はさらに進めていくということで、まあ、これっていうのはまだ出てきてないです。で実際これを始めた理由っていうのが、新幹線というのは原忠明さん、それから物質事件での久米豊さん、これあたりっていうのは日本にいた工作員といいますか、在日の関係者、そういうものが指示を受けて、騙したり、あるいは、まあ、強制的に連れ出しているということで、まあ、それと同じようなことが特定失踪者の中にもいるんじゃないかということで、始めたやつですので、これからこれを分析していくと。今実際にこれと並行して進めてますのが、あとは、このそれぞれの方の住所だとか失踪地点、それから工作員が潜伏してた場所だとかというものとの地図との今度はプロットといいますか、地図上にプロットして、位置関係をまた極めていくというのもありますので、それと合わせていくとこれからというところ、ここでちょっとまあやってて、曽田の方で気がついたことではあるんですが、水橋事件って昭和55年の、事件がございます。その資料の中でも55年のところを、この2月20日のところを見ていただくと、埼玉県警の検挙ということで、在日韓国人、A を北朝鮮工作員として埼玉県警が逮捕したという事件で、それに関連したことがいくつか書いてあるんですが、これを調べていく中でですね、これ新聞の記事ですが、この人物 A というのがですね、昭和54年1979年の4月に、富山市の海岸から北朝鮮に、不法出国して2ヶ月後また日本に戻っていたということがあるんですが、その時にですね、新聞記事で、この人物が富山市内の砂浜から土砂降りの雨の中をボートで出国したのを確認しという記事があります。で本格的な捜査を開始と、
ということはこれはどういう意味しているかというと、これ誰かが目撃したという証言ではなくて、実際にですね、警察官が尾行して、そして出国していたのを確認をしていたと。で、それがあったからその後ですね、入ってきた時に捕まえることもできたということなんだろうというふうに思います。で、まあ、そのようなことが行われていたんだなと。で、こういうことは、まあ、逆にその警察の発表した資料の中には出てこないんですが、意外とこういうものが交換さ新聞やなんかの中に出てきているということがありまして、まあ、そういうことが見ていくといろんなものが見つかってくるんだなということは非常に実感をしております。で、おそらくここで改めて見直して各工作員の動きと、それから失踪とかですね、拉致とかの関係が今まで出ていなかったものがおそらく浮かび上がるであろうって、これ逆に蓮池さんたちの拉致に関わったとして国際指名手配をされている、チェ・スンチョル、それから千村さんの拉致に関わったとされている、シン・ガンス、この2人とも記録の中では、拉致の時期に北朝鮮に戻っているということになっています。それから久米豊さんの、拉致に関わった、キム・セホも久米さんが拉致をされる前に北に、密出国しているという記録がありまして、そうすると一体久米さんの拉致との関係はどういうふうになっているのかということとですね、まあ、もちろんそれは国際指名手配しているんですから、警察の方は何かしらそういう証拠があるんでしょうけども、明らかになっていない部分が実は政府認定の被害者ですらまだかなりあるんではないだろうかなということをこの表を作成しながら感じておりました。まあ、これから先さらに、まあ、いろんなこと分かってくると思いますので、もう分かり次第、できるだけ発表していきたいと思いますが、まあ、報道関係の方、あるいは、まあ、このネットでご覧の方もお願いなんですけど、ネットでこれが出せるのはまだもうちょっと先になると思いますが、資料を手にされた方で、こういうこともあったんじゃないかというようなことをですね、お気づきの方あればぜひとも私たちの方にも教えていただきたい、で、さらに詳しいものにしていきたいというふうに思っております。他には、はい、準備やることに追加で一人に教えてください。26日の懇親会は現状どれぐらいの家族が参加する、何家族何人とかっていうのがあるのかと、その後の国民大集会の参加の形態はいわゆるそのフロア側になるのか壇上になるのかというのが2点目、あと LA の集会はこれ調査会主催として海外でやるのは初めてということでよろしいですか。結構ですね、はい、ですね、今のところ20人ぐらい14家族の、あのあと宮沢さんも入ってたっけ、入ってます14家族、まあ、で多分、まあ、まだ若干増えると思いますけど、現在のところはおそらくまあ20毎年大体20人ぐらいです。で、特にまだ今のところつくかいとの打ち合わせしてませんが、別に変わるって話はないんで、やっぱりいつも通り壇上に人家族を一人ずつ座る感じだと思います。いや、そうだ、 LA の集会に伴ってですね、実際にフライトがですね、日本時間の3日の0時5分という羽田からロス行きの飛行機で、ここに参加するメンバーは移動するんですけども、その一応1時間半前から2時間ぐらい前に、まあ、ぶら下がれるような時間を作りたいというふうに思っておりますので、これまだ調整中で最終的な問題はありませんけど、一応そういうことは考えております。あと一箇所ちょっと訂正です、訂正というか1960年、昭和35年のところで、10月のところにですね、10月が北朝鮮科学院ってなってますが、これ10月シンガンスです。シンガンスちょっと名前消しちゃってますが、10月の10月シンガンスが北朝鮮科学院機械工学研究所研究士として勤務の間違いです。あと、まあ、もう一つ補足しますと、これ実際に作り始めたのは
明治大正、大正の時代ぐらいから始めたんですけれども、その時代から何を始めたかというと、在日の方たちがそのあた、そのくらいの時から相当数日本に密航で来られてるんですね。で、前々回山口の方に現地調査で行った時に、山口県あるいは福岡県でどの程度のいろんな事案があったのかということでネットで探してましたら、まあ、次から次に今日も100名密航者が朝鮮人の先人ですね、密航者とかですね、またも下関40名とかというふうなことで、そういうものの土台になって、そういう方たちが入ってきて、その方たちが、日本で暮らし始めて、で、戦争になって、大東亜戦争になって終戦で解放ということで帰還、まあ、帰ったり、あるいは帰還事業で帰られた。で、残った家族の方に、北朝鮮の方から工作員が来て、まあ、土台性がある人たちを使ったということで、ですから実際に これをずっと負の部分を追っていこうとすると、明治とか大正の時代まで入っていかないとできないんですけれども、ちょっとそれをやると非常に本来の仕事というか調査活動といいますか、そういうものもちょっとは別に置かなきゃいけないんで、とりあえず昭和元年からの資料に現在はしております。どうでしょうか、他に。じゃあ、もうあと2点お伺いします。先日、外国特派協会で、北朝鮮の元工作員のですね、キム・ドンシク氏が証言して、その中で本にも出ている田中という日本人のこととともに、チョン・オクチョンという女性がその田中という人間の妻であったと、でそれは日本人であったというふうな証言をされて、ニュースとかで ある人にご存知だとは思うし、もしかしたら情報も得てるかもしれませんが、それに関して調査会はどのように思うのかという点が一点、もう一つは今の日朝交渉の現状をどのように捉えているかというと、この2点をいただきます。はい、ですね、情報についてはこれから改めて、キム・ドンシクさんとも情報のやり取りをさらに詳しくしてみたいと思いますが、今までも特定失踪者の中で、北朝鮮の何らかの任務で外国に出ているという話のあった失踪者は何人かいますので、可能性としてないことはないだろうなというふうに思います。それはつまり拉致をされた人が工作員になって外国で動くというケースがですね、もうあり得るとは思うんですが、今のところちょっと誰かの可能性があるとかそういうところまでのレベルではないので、これについては今後もう少し調べなければいけないと思いますけれども、そういう可能性まで含めて調べていきたいということです。それから日朝交渉に関しては、まあ、まさにもう今全く動かない、事実上動いていないという状態で、これを動かすのはやはりこのままでいいのかという国民の声が私はどうしても必要であろうというふうに思います。で、先日体育館で、署名をですね並べてみたのもそうですし、まあ、今日のこの年表もそうなんですけども、やはり具体的にもうこれだけのことが起きているんだということを一人でも多くの方に認識をしていただく、印象としてですね、こんなことは許しておけないんだというふうな、認識を持っていただいて、でその声でやはり署名活動なんかもそうですけども、国をもっと動かしていかなければいけないということでですね、これはもういくら我々が単にこれじゃいけないというふうに言ってても話は前に進まないんで、なんとか形を作りたいということを非常に思っている次第であります。はい、他には。よろしいですか。はい、ロサンゼルスの方は、今地元の方でそれぞれの方社の支局の方には幹事社の方から連絡をしていただいていると思いますが、また取材の方もよろしくお願いいたします。はい、それではどうもありがとうございました。